早朝は気持ちいい。夏、朝いいですね。ロボさん寝る前にアニメ見ながらローラー台回さないと。アニメ見ながらローラー台回すっていうの、なんだろうそれは。何の、なんだっけ。何のステレオタイプ？車怖い。車、そうそう、カメラだと結構近くを撮ってるように見えますけど、そうでもないですよ。ジュースか、ああ、そうですね、それもあるな。自転車自体に執着しないロボさんにローラーは無理。そうですね。お昼は、なんだろう。あ、それかな。それがひどい目にあったというふうにレポートに書いてあった。ヘロ動画見ながら回せるのか。これかな、ひどい道ってのは。あ、やっぱこれですか。おお、竹林の中のいい道ですね。道というか、なんというか。ジュース、そう、ジュースのやつ、あれ 100ml あたりのカロリー書いてあるんで。わかりました。本当ですか、行くんですかこれ。ん、あ、いやいや、Z さんが今飛ばして下るのって意味かと思って。ロボさんこっち行く。こっちに行くと冗談じゃない。荷物がなければまあ担いでいけますけどね。この荷物だったら荷物だけ外して片っぽに担いでみたいにやんないと肩が鍛えられてしまう。急動ですか。急動、いや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 、完全に今言われたこと勘違いしたな。Z さんがこれから下りを飛ばすんで後からついてこいって意味かと思ってしまった。よく考えたら Z さんは下り全然スピード出さないんだった。お断りだ。よいしょ。待て茶、待て茶っていうのは待て貝のエキスが入ったやつですかね。待て茶って聞いたことあるな。頭に乗せて、ああ、でもなんかアジア系で頭に乗せる荷物の運搬ありますよね。あれって毎日やってると首鍛えられるのかな。いや、頑張ればちぎれると思います、下りだったら。 Z さんは本当に下り飛ばさないんで、まあ私も飛ばさないんですけどね。ほら、普通に追いつく。私は下りを飛ばさないで済むっていうのは美徳だと思うな。下りが飛ばすのが気持ちよくて、つい飛ばしてしまうとか、飛ばさずにいられないっていうよりは珍しいですよね。あ、中南米。セミとビタミン。洗濯、あ、そうそう、カゴのやつですよね。そのイメージがある。しかもなぜかそれ子供がやってるイメージが強い。過去に、ああ、そういう可能性もあるかな。左で追いつく。何があるって。アキナの86、アキナ、中森アキナ、そう、そういうことかもしれない。あ、やっぱり読みは天引きでちゃんと合ってますね。天引き美術館ってひらがなのところがある。2人怖いので、平地より遅いは結構難しくないかな。下りを飛ばさない理由聞いてくれと。なぜ？怖いから。なんかそのトラウマとなるような出来事が。というわけではないんですか。うん、そうですね。うん。あ、イニ D か、イニ D か。頭文字 D か。アキナっていうのは、山か、春菜さんみたいな。秋菜さん。でもロードとかだとエンジンブレーキみたいなの欲しいよね。安全ブレーキですか。安全ですね。あ、ウルービオの日。明日なのか。確か59から0になるんじゃなくて、59、60、0になる瞬間があるんですよね。瞬間というか、そういう秒が。
あれ、なんで今コミュニティに参加しましたって読んだ。読まないようにしたつもりだったのに。スラッシュは 100% 読まないようにするはずだったのに。文字列指定しなきゃダメかな。なのでアキナさん、あ、匿名というか、あの、書いてあるのか。春菜さんがモデルでアキナです。あ、そうなのか。名義は実名で出てるのにね。なんで春菜さんだっけ。今右側は最短距離を走って登ろうとしてましたね。まあ確かに見通しも良かったけど、ああいうのがすると突っ込まれるからな。あ、と言って隠すのもなんかあれですけどね、いい景色だね。ざっとですけどね。景色は、あ、でもさっき登った時はやっぱ綺麗でしたね。下ってくると一面の平地。イニシャル R、 そもそもイニシャル D の D は何なんですかね。ドライブ車だけに。なんかドラえもんとか言おうと思ったけど面白くもねえなと思って。ん、石屋さん、あ、ドリフトの D か。つまり名前がドリフトさん。その、あ、定義というか、そういうのは設定は一応ないんですかね。プロジェクト D、 D、 ドカタの D、 ドカタの D、 イニシャルドカタ、イニシャル R はもちろんロボですよ、うん、ダメ人間の D。 R はそういえば、あの R 田中一郎の R は何だろう。レプリカの R なのかな。でもそもそもそのコピー元は全然田中じゃないしな。ん？ドブの D、 ドメスティックバイオレンスの D ですか。デオレ、8時だよ。8時ですよね。ちょうど昨日なんか、あれ、昨日ラジオでやってたのなんだっけ。定食屋のラジオでやってたの。あのシャツ何でしょうかね、あのシャツは。お姉さんは R 高峰秀子っていうか、芸能人かなんかの名前なのかな。R デコ。それは妹。ああ、あっち妹だっけ。金賞式が。あ、そう、お兄様って言ってたな。すいません、今のあの古い漫画のネタです。ロボさん、光ガブ、光ガブ、光ガブですね、写真部。ロボさん、やわら読んだことありますか。ああ、やわらはないんですよ。煙突、あの裏なんとか直樹だっけ、なんとか木。戻ってきた。ロボさんと戸坂先輩に似てるね。戸坂先輩似てないと思うけどな。戸坂先輩ガタイもいいし。成原博士の R かな。成原博士の R ってどこ。成原ラのラなのか。浦沢直樹。あ、浦沢直樹か。そう、やわらと。いや、写真部じゃないです、全然。いまだに写真は、デジカメはこれ記録用に撮ってるんですけど、写真の技術とか何も知らない。自転車の構造、しょっちゅうあるトラブルのとこだけ知ってたりぐらいはするかな。あとはリンコンの時のリンロード復帰。あ、イベントありがとうございます。今のかなりいいタイミングですね。ロボさんの写真のストックは100万枚くらいありそうです。あ、100万はないけど数十万あると思います。自転車って構造的に何ですか。リンリンロード。構造的に何。なんか今何々ですか、何々ところがぼかされたような読みになってたな。なんか、あ、何ですかっていう風に聞こえたな。じゃあ、いて。MR またはあるある。 MRRR、 駆動がどこかって、あ、これプラットフォームアート。あ、なるほど。両側にありますね、ここは。コモア日和。コモアネタは、でもあそこ面白かったですからね。3年前に10万枚でしたっけ。じゃあ20万枚までは行ってないかな。岩瀬から走ってるんですか。そう、岩瀬からまだ。何駅だったのかな。いや、多分ここ駅は休憩所の名前として
出てると思います。プラットフォーム跡かな。ここに駅名標識跡も。駅名ありますね。ミッドシップのこと？ミッドシップ。前輪駆動のチャリもあるみたいだけど。あ、前輪駆動の階段とか登れるとかそういうやつでしたっけ？今日止まらないんですか？今日は止まらないつもりです。茨城百景天引観音の日がなぜこっちに？天引駅だったんじゃないですか。あ、天引駅。わかんないです。でも確かになんか。線路そうです。長じゃない。大分県のメイプルヤバサイクルラインみたいなものですよ。わかんない。あっちのはもっと本当に廃線跡の廃線というかの線路の感じがよく残ってて。今日というか、あ、休憩所、そうそう、駅ごとに。ロボさん、ウィリコケしたことある？ウィリコケはないです。ウィリできないし。上りでウィリ仕掛けたことありますけどね。で超激坂で。構造が何なのかと思って。構造が。カニ線とか有名だよね。マカベってあるよね。あ、そう、次がマカベって書いてあった。マカベ。あれ？ Z さんが何かネタを見つけてお笑いした。どれどれ？なんだろう。うわ、この名前の冷凍食品は結構面白いんじゃないかと思ってるんで。え？日清フーズって書いてあって、この向こう側冷凍食品って書いてあるんですよね。え？ん？え？冷凍食品？冷凍食品の名前が手作り天ぷらってちょっとおかしくないですか？あれ？ちょっと今、ツボが分かってない。ダメか、ダメか。これ面白い人いない？今 Z さんが言ってたのは、日清フーズは冷凍食品ですね、基本的にだと思う。休憩所作りすぎて管理費かさんでいないことになるんだよ。冷凍食品と書いてあって手作り天ぷら。あれ、なんか私は手作りの天ぷらを冷凍するので問題ないような気がしてしまうのは感覚的におかしいんだろうか。だって工場で作ってるの、ええ、あ、工場なのに手作り。うん、冷凍なのに手作り。そう、コスモ星丸は星丸でいいんですね、星丸じゃなくて。わらわら、まあ名前だったら星丸ですかね。あ、皆さんそう思います。お、12時だ。割と Z さん寄りなのかもしれない。懐かしいっていう人自体がすごいよな。あれ、おかしくない人もいる。で、コスモ星丸ってこいつって こんな顔してたっけ。うん、そう、私はなんか両立しうるんじゃないかと思ってしまって。つくばエクスポでもそうか、つくばエクスポのキャラなんですね、ホスモホシマルって。てっきり私ナムコだと思ってた。あ、そうなんですか。20年前のやつが、あれ30年か。エクスポ85、30年前か、すごいな。ニコちゃん大王、ニコちゃん大王と違って多分排泄口はないと思う、頭に。ソニーの巨大テレビとかリニアとか夏いないからく。リニア。リニアって何があったっけ？餃子か。で、なんか前方にアップダウンっぽいのが見えるな。下ってるように見える。王将に行きましょう。王将。今の章をかけてるわけではないよな。え、リニアモーター、こっちでやったこともあるのか。親の敵のように、お、親の敵のようにですね、今の敵は。お猿のマジックショー。あの猿が、猿が手品を。ん？あ、朝取り野菜みたいな話が今。だけどすいません、よく聞いてませんでした。不注意でした。揚げ、あ、天ぷら。つくばさんヒルクライムやるかな、やるかな。さっき結構意外と天引観音だけで意外ときつかった。思ったよりきつかった。結構舐めてたので。まあでもせっかくだったら登っときたいな。10年ぶりだし。日光猿軍団どうだっけ。上までは登れないですね。俺はパス判定
ターで、ケーブルカーっていうかロープウェイみたいのがあります。はい、道はあるのかな。しんなり、あ、しんなりした天ぷらもまあそれはそれでうまいもんですよね。駅そばなんか基本的にそのしんなりさせること前提にあの乗せ、すでに乗せてきますよね、最初から揚げる前。お、結構この辺り草が侵食してきてますね。筑波さん、いや確かですね、あのロープウェイ沿いとてっぺんだけあのエリアがあったと思います。おっと、横に並んでた。じゃあ松先生、そうですか。これ止まれってのはこれの農道のことか。緑に染まった緑色だ。ビーム早すぎるからダメです。本当に止まれ多いな。速度落とさせるためにわざわざタイル地にしてるな。タイル地に、あ、今のところ止まれ。筑波山神社からロープウェイまでは激坂。ロープウェイまで、え、神社からロープウェイまでっていう道ありましたっけ。てか筑波山神社って上の方のことかの途中に道あるんですかね。右先に見ないと危ないぞ。夜は車止めに。右先に、あれ、そうですか。私はどっちから見てるかな、いつも夜。いや、走る人いるんじゃないかな。そう、車止め前でも私前転した理由は車止めですからね。右から見る。でもなんか左の方が、いや、そうでもないか。右の方がいいのかな。うん、そう言われるとそんな気もするな。夜はイノシシが走ってる。で、これはどこだろうな。和骨です。お、いらっしゃいませ。ちょっと通常発信になっちゃってますけど、すでに。よっ。これも駅なんだろうけど、なぜしなべ。これ駅の後だね。左が気になるのはわかるけど、右を先に見るんだよ。なんか左の方を先に気にしてしまうのはなんでだろう。確かにあの走ってくる車の近さで言うと、右側から来るやつの方が自分に近い側の車線走ってくるから理にかなってますね、考えれば。でも左先見てしまうな。右から合理的ですね。右見て左見てもっかい右見てって聞いた気がする。知らないけど、カメラどこかに固定してるんですか。カメラヘルメットです。あの、この番組説明の一番最後にある URL をに飛ぶとあの写真があります。私が左から見るようにインプットしておきました。右から左、首を左右に振り続けるのであった。つける。ここ整備新幹線にすればよかったのに。整備新幹線、うん、昼飯この後です。ただ買い食いだいぶしちゃったんで、まだ腹は全然減ってないですけどね。左側がそうなのか。あと心臓が左側だけにあるっていうのもなんか私は気持ち悪いんですよね。もっとあの生き物の体は左右対称できてりゃいいのに、なんで片っぽなんだよ。あと脳が左右で機能が違うっていうのもなんか嫌だ。左右対称にしろよ。せめて前後で分けろよ。なんか強迫神経症気味だね。強迫神経症。もしかして右側の首が回りにくいとか。右側の、あ、どうだろう。右腕のミニハンドルから注意をそらさないため。右腕の、いや、どうだろうな。ロボさんは左右対称に改造済みですよ。左右対称にしてほしい。心臓ダブルでやった方が安心じゃないですか。ロボさんは右脳派。右脳派、いや、左脳派じゃないかな。
右脳的ななんか柔軟な考えができない人間なんで、あんまり不満が、ご不満が終わりです。ロボさん体歪んでるから首の調子は良くないかも。首の元からの首はさっき話してたあの事故でちょっと痛んでるんですよね。一時首が後ろに回せなかった。そう、もう一つスペア、私は二つの命を持っているみたいな。ロボさんはですが、きっとアスペで、アスペそれあれだな、確かなアニメだっけ漫画だっけな。お家のお片付け配信もしてみてみてくださいね。お家のうわぁ中に設定、わらわら。お右と左の交通路があるんだよね。前靴紐緩むから寝袋ダメって言ってたから、足の裏に問題があるいから。靴紐、ああそうそう、あの少年は会社に入っていてる靴は靴紐なんで、最初はそうでもなかったのに、最近は1日に3回は締め直してる。うん、道は気持ちいいです。あと天気予報と違って風向きがちょっとおかしいな。おかしいですね。前から吹いてきてますよね。いや風そこそこ吹いてます。向きとしては南から吹いてきてる。おかしい。北と東からしか吹かないはずなのに今日は。だから遠い方の岩瀬駅まで輪行していったのに。まあでもあのタイミングから言っても昼飯食うのがつくばのあたりだったらこっちでいいかなと思ってたんですけどね。ウィリー、はっ FM エリジャーだとわからない今のは。 0.5 秒ぐらいウィリーしました。っていうかあれはなんていうの、フロント上げるっていうんだな今のは。交差する道路が走りたい道路な感じですよね。ああ、結構そうですね。これよりあの電柱はずっとあって並んでたり。つくば名物って何ですか。つくば名物なんだっけ。つくば名物はなんかあったっけ。前来た時全然覚えがないな。時速23キロ。 20.4 4あ 20.4 20.4。ガマの油売り、暑そうだな。暑さはですね、風を受けてるとそうでもないです。でも止まると暑いな、こりゃ。あと頭の上で直射日光受けっぱなしの GoPro はちょっと気になる。うん、つくば丼。ガマ本買える。日本国民が全部私みたいな感じだったら多分会社が大変なことになると思うな。まあでも走りやすいな、やっぱり。結構暑いの。まあ結構暑いです今日は。空気がそんな涼しくないんで、風を受けてりゃいいけど、整備はよくされてますね。あ、じゃあ途中も真壁は過ぎてきてしまったんだ。気持ち結構いいです。ちょっと地図をちらっと。ここ鶴見川でしょ。鶴見川ちょっと違う。鶴見川よりだいぶ広いです。あれ、まだ真壁行ってないか。ラチェット音は、いや今はっきり聞こえてるのは多分まだ先でしたね。思ったよりタイヤ細いな。真壁に着いたらなんだっけな、あーちゃんと調べてくれよかった。あの壺は良いものだったとか言いたかったのに。ちゃんとセリフ覚えてないな、マクベ。そう、前来た時もああマクベっぽいなと思ったんですよ。シュワルマラソンお使いです。重いです、大変重いです。これあの輪行の時に感じる重さが全然違うんですよ。何を映さない。こいつ重いジョブなんだろうけど。ん？あの壺、あれはいい壺だでしたっけ。正確なセリフ覚えてないんですよね。蔵ですか。また駅だ。サイクル、うん、そうですね。
確か死に際にあの壺は良いものだったとか言うんだったっけ。っギャンの方しか覚えてないんだよな。乗ってたモビルスーツですか。うん、ああすいません、ちょっと今旧型さんのマラソンの話ですよね。このタイヤ丈夫なんだけど重い。とは届けてくれよ。あ、そういうセリフなのか。ああよく覚えてないや。やっぱり壺に執着してましたよね最後まで。でもキシリア様、うわ、壺のことはヘトも思ってないな。10年は誰だっけ。この道は街灯ないですね、この辺りは。私はこれはマンションの玄関の横に置いてます。あ、下向いてます。よいしょ。年寄りに、あれマクベそうでしたっけ。誰だっけ、誰か塩沢さんだ。塩沢健人さんか金人さんかだ。あ、なんかアメリカだ。坊や、なんでアメリカ。ええ、珍しく車が交差する。天気いいですね、本当に。うん、あ、ガムの油は、うん、スネークの、そうそうそう、なんだっけ、忍者の人だっけ。そう、成長期っぽかったので色合い的に。左の青でアメリカっぽいデザインにしたな。コテハンで自動登録ですか。コテハン、どうだっけ。実はコテハンはですね、私はな、よほど何度も聞いてないと覚えないのですいません、コテハン重視してない放送でございます。どちらかというと直に関わった人ぐらいしか覚えてないもんな。なので、コテハンのこと忘れても怒らないでください。アメリカ村ってあるよな。うん、アメリカ村、ドイツ村もありましたよね。クシラのアメリカ村か。あれ？クシラのアメリカ村でしたっけ、あれは。アメリカなんとかって。大阪にアメリカ村ってあって、そろそろ昼飯と思ってやってきました。昼飯、もう少しかかりそうです。四国、四国。シンバブエ、あ、オランダ村ありましたね。怒る？お、カフィ、カフィ。お、今蝶々に触られた。こういうとこ走ってた、ああいうの見ると惹かれますね。うん、家族。コメディあります、あります。あの前方に鶏マークあります。なのにフライドチキンとか売ってないんですよね、あそこ。恐怖した。爽やかロボさん、こんにちは。そちらは何が、何が。今日は本当に予想外に天気いいです。野鳥ですね。止まれ。野鳥あの看板あったら笑えるんだ。歌詞に。そろそろ花野さん出てきますか。花野さん未だ見えず。一人がこの店に参加しました。落ち車あとしばらくは恐怖心あるものよ。上等なセクハラ。私は恐怖心はなかったな、その後も。コメディで吐殺してたら怖いです。コメディ。そこですね、コメディ。の映画この辺だったような。何の映画。あ、真壁。うん、最近できたコメリはトイレで利用してる。たまたまなのか通行人さんの隣でちょうど NG ワードが。ん？通行人さんの、ああ、なんかさっき よくないセリフ言ってたな、そういや。何で。いや、目的地は特に今走ってるここが目的地です。で、泳ぎは苦手ですね。ほとんど泳いだことない。価格です。通常発信です。胸キラ帽子だわ。の爆売れが止まらない。すでに2万2火薬。
ムネチラ防止カバーの、確認が止まらない、すでに500万というふうに私の今バッファではそう変換されましたが、メモリ不要、ロボさんに魅力はない、遠泳できればアスロン出たい、アスロンとだけ言われると CPU の種類のしかないな。あ、8はよくありますね、やつら結構硬い。ロボバッファーわらわら、バッファー、しかもその今口から出力した内容も忘れてます、すでに。結構利用者多いね、この道路バッファー、こんだけ広さで、あ、違ってました、そこまで。512キロあったら今のは十分覚えてるはずなんだけどな。512キロバイトもありゃ。何よね。マイグローブ。ライダーはカブトムシがジャケットに刺さるらしいよ。ジャケットに。ああ、カブトムシの尖ったところは本当に。ここは、これもいわゆる100系だ。なんて書いてある、なんて読むんだろう、あれ。白生寺か、白生寺と真壁城址、真壁伝える伝承寺、今のセレロンとペンさんあたりのセレロンと同じものなんですか、伝えるの旧字。QX じゃないの、近寄ってみよう、近寄る、ちょっと待ってくださいね。いや、近寄らなくても読めるんですけどね、ここから。真壁城址はどこにあるんだろう、野生の真壁、これでわかるかな。アーキテクチャが違うから名前は同じでも別物。アーキテクチャ、出ないな。伝承寺じゃないの、伝承寺ですか。城跡をどっちにあるか分かんないな。植物多いな、水が豊富そうだ、水が。ロゼッタストーンか、まあいいや、別物妖怪わら、別物なんだっけ。アメンボと肩が迷走。はい。古城って住所があるから、その辺から。散髪が多いし。古城ですか。おお、自転車いるな。こんにちは。おお、今3人も自転車で来てた。一人一人なんだろうけど。こんにちは。これほんの少し白っぽくないかな。こんにちは。休息場は。さっきのところは日陰になっててみんな休んでたんですね。あ、トンボだ。カブトムシもいる、平たいけど。出かけと思った。挨拶って登山見ただね。登山、あ、なんかそんな感じですね。真壁城址は左に行ったところにあるのか。真壁氏は佐竹氏に従った日立国の有力豪族だな。佐竹氏。サタコ、あ、つくばワンワンランドってこれか。ローマ字表記のつくばワンワンランド、バウアウランドとかじゃないんだ。ワンワン、ワンワン。城跡はすぐのとこにあるっぽいけどな。っていうか沿道なんじゃん。そことか。つくばエクスプレス乗りたいが事故で。セシウム、セシウムってキーワード今言うのはなんか入りに乗ってるかのように思われてしまいますよ。あれ、ニャンニャンランド、あの、てかないな。引き分けた戦、あれないですね、城跡の写真が。ってことは残ってないのか。漫画に佐竹氏の話あったね。寄生獣。あ、Z さん消えた。いなくなった。いった。で、やっぱ左から見るな。人林ロード自体にはセシウムは少ないですよ。日立の佐竹氏は北条氏と関東の葉を競ったんだよ。己政宗。なんかありました？あの写真もですね、城跡の写真なかったですよ。だから多分、とりあえず住所はここ古城。ああ、古城。この辺りの住所が古城だそうです。小学校で右
左右と習いましたよ、うん、右左右なんですね。あれもペコちゃんなんですが、あれもペコちゃんですね。俺は何か入れるか、何か信長の野望、私はカセットテープ版の頃のイメージしか残ってないな、信長の野望って。確か X1 でも出てたと思うんですけどね。ロストやるね。ロスト映画かな。あ、犬だ、犬だ、真壁の犬だ。いつの話だじゃ。あ、そうだ、思い出した。前この辺走ってた時に犬カップルがなんか仲良く連れ添ってあの走ってたんですよ、道端を歩いてたんですよ。チッとか思ったんですけどね。いや、本格的なあまりやったことないです。足なし、今はリアルタイムでつまらん。ワンワンを、リアルタイム。わ、噛まれる。いや、今のはちょっと首をされてましたね。そう、吠えられなかったです。基本的に飼い犬は嫉妬するロボさん、わらわら。いや、私はなんかあの筑波山の真ん中あたりだったと思ったんですけどね。なんていうとこだったかな、多分リンリンがつくと思う。リンリンカフェか、今覚えてないんで想像で言ってますけど、多分これ沿いに分かるように書いてあると思います。いや、まだまだ真壁がこの筑波山の北側で西側に回り込んでからだったと思うんですよ。ああ、真壁。真壁の市街ってのはあんな感じなんじゃない？蔵らしいですよ、真壁は。コメントによると。真壁市街地ちらっと見ていきますかね、どっか近くだったら。いや、もう多分、さっきの駅のところ。あ、過ぎました。じゃあなし。ん？ペット。ノーザン選手。何とかと思ったらラジオか。さっき試してダメだったんですよね。次なんか止まるタイミングがあったらまた。あ、ペット飼うの話か。ペットって言ったのは実家ではカメ飼ってたりいろいろ飼ってたんですけどね。ロボさん、残念。ゲームグラフィックテレビ知ってます。 GGTV ですね。あの作者さんが生放送やってるの最近知った。グッドブ知ってます。私が動画知ったのはあのあれ、ゲームグラフィック TV 用語集みたいな。あ、そうそう、自転車放送で知ったんですよ。会社放送で知りました。自転車キーワードで引っ掛けて。あの、ああ、一人暮らしの人たち、魚飼ってる人はいるな。一日中なんか温度調整の機械入れっぱなしらしいですね。私も自転車キーワードで見に行きました。ですよね、ですよね。で、普段はそのゲームを紹介したり、あの古いゲームメーカーの衰退を紹介してしたりしてる動画なんですけど、この間見たやつはあのゲームグラフィック TV 用語集って、あ、これは線路ですね。用語集で、用語集っていうかですね、その人のご本人の言い間違いというか、ずっと勘違いしてた読みなんかの紹介も混じってて、あの実生活で用いたのことを用いたと昔から言ってたとか、あとなんだっけ、あ、一番面白かったのはあれだ、あのストライダー飛竜がスライダー飛竜で、誤読がちですよね、かなり。あれだ、なんだっけ、あ、延長はまだだっけ、こう、なんだっけ、なんだっけな、こう、あれなんだっけ、なんだっけ、あ、そう、バーチャルコンソロール、そうそう、バーチャルコンソロールが一番面白かったです、私は、あの中で。バーチャルコンソロール、延長、あ、できてました、大丈夫です。コンソロールって、そう、コンソロール、あれが一番面白かったな。あとは
エルゴノミックのことをエルゴミックっていうんだったかな。でもコンソロールは本当に面白かった。ドイツ語読みなのか。ドイツ語でも文字は増えないと思う。じゃあ、おう。ロボさんエルゴノミクスのデバイスに興味ないの？エルゴノミクス、あんまないかな。福島の原発作業員なんだよね。作業員かどうかは知らないですけど、向こうの方にお住まいですよね。この間秋葉原に来てた動画があったけど、その元々あの動画一番最初に知ったのはスペースハリアからだったかな。なんだかゲイグラ話が通じてる。ゲイグラ、いや私も最近知ったばっかりなんですけどね。同行者はどなた？同行者は Z さんです。私がいつもあの埼玉の人と間違える東京の人です。東京でよかったよな。ひどい、笑。いや、ひどいというのもひどくないか。よっと。Z さん、ひらがなの Z さんですね。あのこの放送での呼び名は。ブログとかもあるんですけども、特にリンクされてないみたいなんでバラしてない。私は Z さんはレパンですね。この辺り住んだ跡が結構残ってるな。常連同行者、ん、私バイク乗ったことはないです。あの原付、教習所で原付に少し乗っただけで。でも実際自分の足として使うんだったら原付使うな。車怖すぎる。あの車はちょっとほらスピード出てる時にちょっと間違ってハンドルこっち側に90度切ったりしたら大変じゃないですか。原付だったらそれは自爆で済むけど、そう、事故起きた時のあの影響はでかいと思うんですけどね。ソーシャルストーキング。ちょっとそのブログは一応あの公開してないですよね。直結はしてないですよね。今そう、私もなんかあのGPS の地図ネタで、あれで引っ掛ければすぐ分かってしまうと思うけど、今つくばリンリンロード、もう超リンリンしてますよこの道。スーパーリンリン、ふわって。起きた。まあそうなんですけどね。でも実際車はあんなに事故がたくさん起きてて、皆さんもその事故が起きたってぐらいじゃ驚かなくなってるのもすごいなと思って。リンリン、リンリンは多分ベルの音だとは思うんだけど、違ったらどうしよう。リンリン病、リンリン病、何がだ。天気は雨の日、マンホールの蓋終わる。あ、雨の日、あのマンホールの蓋とかあと白いラインの上ですね。え、原付が先生、学学かな。うん、これ筑波山ですよね。車輪の、ああ、その意味はあるか。でもぶつけたものによっては人生が終わりかねないですよね。物とか人とか、そこが怖いなと。いや、それ以前にあのうまく運転できないというのが問題です。あの 車幅感覚が、加害するのが、まあそうですね、人生悪って言ってるのも自分の都合の方だけ言ってますけどね。そう、保険で、保険に入ってれば大丈夫かっていうと、健康って何が健康なんだろう。健康って書いてありますよ。あ、これか、アップダウンってやつ。本当にアップダウンのためだけのアップダウンだ。多分あれですね、あの寝るなってことですね。寝たら死ぬぞって時に、すごいな、本当にあそこだけ局所的に。街中、うん、そうですね。自転車にも十分加害できる乗り物だし、
おっアップダウンクルーイズ多摩祭中流の凹凸は積み、多摩祭もあれきついですね。目撃してる今の行政じゃここを寝ながら走る人いないだろ、寝ながらどうかな、寝ながら走るにかけちゃちょっとうるさいが、寝ながら走るじゃない、走りながら寝てしまうだ。結局それは走れてない最終的に。まだまだ。自転車事故で一番多いのは飲酒の自爆で、次に多いのが右軸巻き込み、イカ落。今日は暑いですか？今日は結構暑いです。走りながら寝て大回転したんだっけ？大回転の時とはまた別なんですけど、走りながら寝てしまった時には北海道の路上で盛大にこけて頭を打って記憶が飛びました。ラケットやかましい、やかましい、サボらないで寝ちゃダメ。ブルベで2回ぐらい見ましたよ、あの眠って落車した人、眠り落車。ラチェットンはですね、これが Z さんの方、私はこれ、ほらまだこんだけの差がある。私のラチェットはまだこれからの成長株です。そう、頭部もしかしたらなんかすごい大事なことを忘れてるのかもしれないし、私の方が小さいんですけど。ああ、まあ本当に今まで死ななくてよかったよな。眠くなったら乗るなというか、眠くなったら寝ろって感じです。結婚、そう、その可能性もある。実は現地で結婚約束した女性がいたのにこけて忘れたとかいう可能性もある。寝るなら乗るな。まあ、あのあたり全部デジカメで記録してたから記録が残ってないわけないんですけどね。でも実はそれこけた時にデジカメも腰の下に挟まって、私の腰の骨の代わり潰れちゃってですね、デジカメが本当にあの内臓が少し出た感じになっちゃって、そこからしばらくあの映るんですで、映るんですを100枚ぐらい撮ったかな。うん、ないかな。あるかもしれないじゃないですか。ああ、肩強打、何やるにしたって痛くなるような感じですかね。後から好き、そのデジカメが婚約者、ロボさんはお父様が学会に復讐するために作られたデジタルです。あるか。10年くらい前なら田舎のセコマの店員彼女にするくらいはよく愛かやく。田舎のセコマ？自転車結構楽しいですよ。なんかこういう時に超楽しいですとかいう風に言えないのはあれだけど、割としみじみとした楽しみ方してるからな。うわ、超楽しいっていうなんかテンション上がるような楽しみ方あんまりしてないんですよね。あ、買っちゃってください、買っちゃってください。日焼け止め塗ってます、薄く。超楽しい、超楽しい、心こもってね。うん、運動にはなりますね。あとあのこういうところに来て現地でいろんなことものを見たり出来事が起きたりするのが一番楽しいかな、本当に。さっきのあのゲームやるのベクトルが違うから何とも難しいけど、どっちも一緒やるんだろうな。お、いらっしゃい。40にもなると腸とか使いにくくなりますよね。そう、いや、マジとか腸とか割と最近使ってますね。ニコ生文化か。ニコ生文化に成功。レースとか出ないんですよ。あの、速く走ることと長距離走ることに関しては今のところまだ興味なくて。フルボッコとか。フルボッコも結構市民権得てきてないかな。元ネタ一番最初がどういうものか知らないんだけど、フルボッコ。競輪選手になりますか？競輪選手になりません。そこまで虫が来ませんね、最近。そうですね。カリフォルニア。太陽がサンビーム。車でドライブ快適でいいんですけどね。自転車と車だとまただいぶ違う。お尻は私、例えば今なんか本当にサドルに腰乗せてないんです。
あのペダルと片足でずっと支えて、あの惰性で走ってる感じですね。100歳の人はいたっけ。100歳超えて自転車の趣味で乗ってる人っていたかな。90代確か いたと思うんだけどな。いなかったっけ。70代だったらゴロゴロしてると思う。あ、そうだ、今日は6月30日で、ですかね。しまった、島田さんが出る予定のアドマチック録画し設定してくの忘れた、忘れてた。誰か私ん家のトルネ操作してください。あれネットでできないですか。できるのかもしれないけど、やり方わからないです。紙ください。あれって今日帰りは間に合わないよな。あれってアドマチックって何時ぐらいでしょう。アドマチックに出る予定です。忘れてた。間に合いますかね。そう、あ、また寝るなの場所だ。何時だっけ、8時とか9時かな。9時からか。あー、どうだろう、どうだろう、うん、一周するだけだとは思うんですが。遠隔操作できましたっけ。うお、今ちょっと腹の中身がちょっと浮かび上がって、あの感覚が久々に。自転車なのに、あのトラップは多分ちんたら走ってんじゃないってことかな。寝るから。半数の話はやめてください。半数の話したっけ。頭の大切なこと忘れちゃいましたね。腹の話か。筑波さんかっけー。筑波さん見えますか。多分あれが筑波さんだと思う。検索すれば中国が録画してるよ。中国が どこだろうな。アドマチク天国とか。筑波さんだ。筑波さんだ。 GoPro だと綺麗に撮れてますから多分。あ、そうだ、 GoPro この間なんか画面にゴミがついてたな。ワンセグ録画ってできるんでしたっけ。てか iPhone しか持ってない。ああ、ちいさん、あの人に録画してもらってもそれを持ち帰る手段がないんですよね。今時のデジタルデータは。30度気温ですか。いや、今日は少なくとも30度はいかないはずですが、まあ結構暑い。おばん焼き、おうわ、どうせ録画しても見ないだろう。見ない、まあ可能性はあるけど。でも多分見ると思うな今回は。トトロって筑波だっけ。トトロはどこだっけ。こんにちは、親に電話して録画してもらおう。誰かがブルーレイで。実家なら。本当ややこしいですね。デジタル、デジタルですね。トトロは狭山でしたっけ。トトロの森的なものあったかな、どっか観光地じゃないけど。ここが元ネタですっていうのが。結構暑いです。コピーコントロールで面倒なことになってるんだって。コピーですね。トトロは埼玉のどっか出てるとこは本人が無理やり見せてくれるよ。無理やり。今日はトロロそばにしよう。トロロそばか、まあ軽くでもいいんですけどね。トトロそば、うん、かけて放送を明日に延期して。明日に延期。そういや iPhone で地上波見れるんじゃないの。え、iPhone で見られます。トトロそばは。これで録画できねえ。トトロそばってどこ。デジタルのせいで文化が後退。文化が、そこまで言っていいかどうかわかんないけど、まあ不便ですよね。そうそう、便利さが下がってるところがある。9時か。ぶつ切りにしたトトロの精肉がたっぷり乗ったところとか。精肉がおっさんギャグとかさらった言っちゃうんだぜ。おっさん言いますよ、言いますよ。力く知的利用でも面倒なのだぜ。知的利用は悪くないんです。何かしらの重大事件があれば。でもテレビ貸しだからな。イカヤク、知り合いに録画してもらえば。知り合いに。ロボさんってガラケーでしたっけ。いや、私は iPhone です。家電はさらに強に立たされると思うんにかやく、今からデータを普及させるか。アドマチって再放送多いよね。あ、再放送あるんだったらいいな。いいかな、ついギリギリまで予約せずに
で最終的に忘れてるっていうタイミング、ベータ正式版じゃないみたいな。カフェってどこにあるの？カフェはですね、筑波山の西側の真ん中あたりな感じなんですけどね。どのあたりだろう。もうそろそろかな。ぬるぬる配信止まった時に試してみます。でも多分無理だと思う。過去実績から言ってごく稀に復帰できるんですけどね。確かに読めほしいね。ちゃんと動くやつ。動くやつで。Bキャスのやつは有料放送見れてしまうからじゃないんでしたっけ。あの流れ私よく見てないんですよ。テレビ見てないから特に興味がない。こういう時嫁はどこかに出かけてるんだよ。どこかに。でもナスネ買ったら外部からできるようになるかな。多分本当にできるようになるんじゃないですかね。そっとあの湾越しに、湾越しに、三次回線越しに。あ、プロテクトの解析したんでしたっけ、誰かが。なんか割と簡単だったっていう。ナスネ欲しいな。7月でしたよね。ルンバ持ってないが、なんだっけあれ、ロボなんだっけ。ナスネ買う買う。いつでしたっけあれは。買います。あれ、家電が好きかと言われると嫌いじゃないが。言っちゃダメ。30倍。何が。本当平らだな、さっきの登り以外は。あれ？でもちょっと下ってる感じがする。携帯で外から電話して人に頼んで録画してもらえますよ、いかがに。人にって。500GB なんだ。乾燥したいね。乾燥したい。乾燥？これ今サイクリングロードの途中なのかな。今日はもう登りなし？いや、筑波山には登ろうかなと思ってるんですけど、どうかな。あ、バイオ。バイオはですね、C1 とかが出てたあたりは興味あったんですよ。あの小さいやつ、反射型液晶だったり GPS 内蔵だったり。まあそれもレッツノートミニとかの時代だけどな。諸彦さんは元気でしょうか。諸彦さん誰だろう。C1 良かったですね。って持ってなかったけど、ブック、P 結構最近のやつですね。ネローさんが持ってたやつだ。ネローさんが山奥配信で使ってた。ネローさん超細切れに放送するんですよね。あ、C1。ナスネ連動考えてバイオ買いましょうよ。いいやつ。ナスネは PS3 がありゃいいんじゃないんでしたっけ。C1 ファミコンテレビ、ああシャープでしたっけ。入れるパソコン売ってたな。 MD か。ああ、そういうのもあったっけ。合体させやがる。合体。福岡県南部だけどなんか軽ってるよ。 X1 プラス PC エンジンとかもありましたよね、確か。 X1 ってあの古いパソコンですけど、 X1G だったかな。どのモデルだったっけ、 PC エンジンと合体したのは。なんか全然サイクリングロード戻りませんね。冷蔵庫パソコン X1G でしたっけ。あの頃はもうカセットはなかったかな。いや多分合ってると思う。このずっと見ずに走ってしまう GPS。 ああやっぱこの辺りこの道じゃないとダメなんだ。 G でしたよね、モデルがいくつかあって。すいません、また古いパソコンネタで。
なんかみたいですね。バイオクセルジさんともつながるよね。これはプレステさん。バイオ、ナスネかな。一本左入れば良さそうだけど。一本左。あ、X1 ツインか。あ、もうすぐでも。もっと早めに左のバイオ差し押せない。そうですよね。あ、一応従ったんですね、今これに。で、すぐそこから左の奥に入る道があるはず。あ、なるほど。線路沿いであることに間違いはないけど、道路が後からできたと。ああ、これこれ。お、このカエルいいですね。ちょっとあの頭のところに寄生物があるけど、これあれかな、あの鳥から食べられやすくするために寄生虫がわざわざ目指す位置に移動するっていう。ゲロ。OK ではないと思うが。ゲロゲロ。よいしょ。ゲロ注意。ゴルゲン、ロボさんの仲間だな。え、仲間？なんで？私がカエル野郎ってことですか？ちょっと嬉しいけど。このカエル野郎。前の人が勝加子さん。ん？勝加子さん？頭に何かついてる。さっきからわかんない名前が。ああ、なんかそういう意味か。すみません、自分が今頭に何かつけてるの忘れてました。そういや、そうだったな。これですね、これ。東方だとどれだっけ、どれが何だか分かんないんですけど、レイムとマリサがいるっていうのは知ってる。で、レイムは巫女風で、マリサは魔女風なのか、あれ魔女か。あの黒くて先っちょ折れ曲がった帽子をかぶってませんでしたっけ、確か。あれ魔女かな、メイドかな。 G ガンダム、 X1G。 で、そいつを生首だけにしたやつがゆっくりってやつで。あれシューティングがやっぱ最初なんですかね。そのあたりの流れを実は知りません。ニコニコやってんのに、ニコ生やってるくせに。ゆっくりしか知らないのは分かった。そう、ゆっくりの方しかよく知らないです。ゆっくりはあれ派生になるのかな、それともなんか正式なものなのかな。正式とか派生とかで区別はないんだろうか。で、あのゆっくりって生首のキャラは、もともとあれは 顔がうざいっていうネタでしたよね。違ったっけ。あの見てイラッとくる顔というコンセプトじゃないのかな、あれは。そう、パナソニック。パソコン98、PC98、Windows 世代からじゃないのか、あれ。東宝なんとか PC98 からなんですか。東宝というあのネタの一連の一番最初は PC98 のシューティングなんでしょうか。いや、わかんないよ、全然わかんない。今パソコン98って言ったから。会話はいつ終わりますか。すみません。あ、ドスなんだ。ソメアンってどうなったんだろう。どうなったんだろう。すみません、私も放送でしか知らないので。98のゲームってテグザーしか知らない。98、テグザーは88じゃないですか、どちらかというと。歴史ある同人、笑。そうなの、知らなかった。ソニー好きだけどソニー社員ではないな。ソニー好き。お、そろそろ大判焼きの分も紹介してきたかな。そう、 PC9801。 ゲームならムスクスのナウシカ、中学校の頃に出てたかな、もう98は。 PC9801 は NEC さんの。ん？息子さんに？ソニー。ソニーは。パソコン98はネク。イノス？ユノス？逆から読むと。Z3 ベースは A。Z3。Z3 なら隣で。隣で寝てはいないが、隣で走ってます。Z3 なら俺
隣で走ってるよ。そうそう、隣で走ってるよ。あ、してます。今日はどこだろうな。うわ、エスケさん、たまにあの私がよだれ出るようなところ走ってるから、奥多摩の方とか。おんさんの見てない、引っかからないんですよ自転車だと。日本一周でも引っかからないんですよ。というのと、あの私の放送はあのコミュニティの掲示板に何か難しいこと書こうとしてちょっと失敗したんですけど、あの人間関係の、まあその放送上で知り合った人同士の人間関係は特にコンテンツとして考えてないんですよ、この放送では。なので放送上でそうネタとして積極的に人と絡むことはないです。かぶせる。表と裏とかかぶせるとか。ああ、もうやだな、やだな。そういう放送同士の敵対関係とか競争関係みたいなのめんどくさいです。そういうの気にしないでやっていきたいです。お、ちょっと可愛いですね、これは。気にしなくていいよ。気にし、どうしてもそういうコメントで出てきますからね。今のままでいいです。今のままでよろしくお願いします。かぶせても一般人が見れないからな、わら。オーディナリー型自転車。オーディナリー、あ、ですね。北条、北条って何があるとこですかね。暑い時期は日陰のアップダウンで 40km エッジくらいで走ってるといかやく。いかやく。混ぜたがるリスナーっていますよね。うん、混ぜたがる。あと、ロボさんかぶってる。かぶってる。見てみるか。うん。見てないです。そういうのも勘弁してほしいです。マルダイさんの時は、あれなんて下町なんとかライドでしたよね。イベント名忘れたな。いたよなっているじゃないですか。いや、でもそっちもあっちが絡むのがめんどくさがると思うので、あっちがってでも失礼だな、あの人も。あとリスナーさんに嘘聞かされてるとこもあるしな。あー、もうめんどくさい。俺もロボ信者だからロボさんしか見ないよ。信者勘弁してください。めんどくさいです。まあ、結局難しいこと言おうとしても何だかだ言ってめんどくさいでだけなんですよね。母しか特殊だな。信者と書いても、あれ、儲けると読めるんじゃなかったっけ。あれ違ったっけ。ああ、そういや、そんなこともあったな。北条ですか。なんだ、予習なしで行くと大変なことになるのか。うん、そうそう、なんかそのコミュニティとして排他的になりつつあるとちょっと困るんですよね。今のも駅か。ちょっとロボさんのサイン入りチョコ買います。あ、この辺りだ、昼飯のところ。なんでもそうだけど入れ込むと排他的になるよね。排他的になりますね。ん、腹が腹減りました。あ、結構元から前焼き食べといてもらった。元から減ってたんですね。握手券。このつくば休憩施設っていうのが今現在地の近くにあるんですけど、多分これがカフェじゃないかな。この夏、カブトムシ派何匹捕まえますか。え、あれ、カフェの場所ブプスに入れてないの。 GPS に入れてないんです。ちょっと待ってください。会員ナンバー3番ってすごいね、幹部クラスだね。で、安定の中年放送、ロボさんのセンターを決める投票まだですか。センター、カフェの名前が分かんないんですよ。ちょっとですね、ちょっとあそこのサイトの作りよく分かんなくて、あと左側のメニューがスクロールしてもついてくるのがちょっと鬱陶しいんですけど。なんてカフェだっけな。で、多分こっから、そこのにゃんこですか。にゃんこ、儲けるという字を分解すると信者になると、うん、信者でしたよね、確か。名前わからないのは致命的じゃない。多分このあたり。ロボさん年代暗記してみて。年代暗記、30代以上が9割占めることは知っている。
あ、まだ時計とかも、まだっていうかあれ昔からのもんじゃないのかな。星丸カフェ。星丸カフェ。バレちゃってた。わあ。全部黒くなってか、何が何だかわからない。近くで見ると読めるんですけどね。しかも独身男性ばかりである。独身男性かなり良かったですよね。今日はワゴン車出店はいないのか。私は会ですよ。これか。あ、この青いのがサイクリングロード。読めない。何も書いてないですよ。本当だ。これ味のある地図だな。味がありすぎて読みづらい。これは謎地図。勢いがありすぎて読みづらいっていう風に自己批評してる漫画もあったな。勢いはあるがありすぎて読みづらい。自転車乗りで再退社って少なさそうだよね。少なそう。いや、それはさすがに。これはすごい。自転車乗った後に結婚するわけじゃないし。ちょっと待ってください。じゃあ iPhone で調べます。国土地理に行くと地図がザクザク、うん、これはどこの遺跡ですか。ロボさんみたいな会社でもシングルってことだけで安心する。んシングル安心。じゃあカフェで検索しよう。ロボさんにしゃってこの辺りでカフェといったらもうそこしかないはずだ。自転車から車に乗り換えるんですね。延長した。乗る乗る。延長はあれ全然出ない。全く出ないな。じゃあちょっとウェブで調べるかな。走ってるよ。あ、走りました。大丈夫ですかね。ちょっとじゃあ日陰でなんてサイトに載ってたの。サイトリンリンロードで検索すると出てくるなんかのサイト、なんかの iPhone で表示できるかな。自転車どっちに乗るんだろう。なんだろう。カフェで検索したないですよね。ちょっと待ってください。妻に乗ってるんだぜ。ワイルドだろ。何を探してんの。あれが筑波神社で、あの赤いやつ、あそこから小参道が伸びてるらしいんですよね。いやいや、ロボさんは政治家顔だよ。この道とぶつかったあたりから曲がってこう、ね、あ、じゃあそれぞれかな。だから、ね、そのエリアのどっかなんじゃないかな。多分そうですね。ちょっとリンリンロードで調べればおそらくウェブでリンリンロード妻に乗っても旅はできない。ロボさんは軍人顔。軍人顔。やっぱり山本さんが上の方に出てくるな。どこだっけ。リンリンロード、リンリンロード。いや、自転車乗りで再会社なくないんじゃなくて自転車配信者に妻いからく幕では軍人だべ。カフェカフェカフェ臨港ナチュカフェと筑波リンリンロードってなんだ。あれすぐ出ないな。あれこの頃のニコナビは劣化したな。ちょっとあ、ニコ中は結婚できないか。山本さんって自転車で何か調べてたら結構上に来るよね。なんか今 Z さんからボソッと何か言われた。あれ、ちょっと待った、ちょっと待った。とりあえずじゃあその合流地点まで、ああでも多分サイクリングロード沿いに行ったら分かるのがあると思う。おそらくなかったら困る。とか今ここに休憩所って、あ、カフェライドっていうとこなのかな。どっかに案内板あると思うんだけどな。つくばりんりんロード、つくば駅。あれつくば駅って今のあそこと全然違うとこなんですね。カフェポスティン、いや、そういう名前では多分なかったと思います。どこだろう。お、じゃあ来月の 7.11 はまた何かありそうですね。なんか店開いてますけど今のところ。あ、書いてあった書いてあった。いや、今のあの車のことかな。サイクルメンテナンス&カフェ。あ、なるほど。配線前はここが筑波か。これは
これが店なのか。小生のパンクシェア500円のサイズステッカー販売作成。多分これはこの車のことだな。ですよね。これじゃない。すいません、これじゃない。あれ。いや、あの、ジュース、今のところで座ってるので200円ぐらい。自転車屋さん。本当に常連さんらしい人がいますね。移動的な、ラジェットに油さしてもらおう。ラジェットに油ってさせるのか、させていいのか、ラジェットに。カフェライドもなんか違うんだよな。なんか、活動やってる団体のカフェのはずなんですよ。なんで出ないんだ。ないなぁ。いかん、昨日サクッと見つかったはずなのが見つからない。いや、ルランクルっていうのも多分違います。あの、リンリン労働の活動をやってる団体のホームページみたいなのがあるんですよ。あれが活動拠点だろ。おかしいな。消えたカフェ。いや、でもさ、このぐにゃぐにゃ登る道の途中にあるはず。確か地図だとそうだったと思うんだけどな。あれ、移動するカフェなんだよ。あとこれ、今あの筑波山登るんだったらもう過ぎてませんか。うん、ロープウェイ口に登る道も過ぎましたよね。なんかあの地図と全然違いますよね。じゃあとりあえず登りますか。登った後で探したって遅くない。いや、腹減ってるんでしたよね。今のに聞けばいいのに。まあ店同士ですからね。すいません、この近くにカフェありませんかってあの人に聞けないでしょ。ぜひそれ向こうからですよね。一応登るつもりでした。もっともっと。あれ違うよな、ヒューくらいで。どうでしたね、さすがに聞きづらいですね。住職ライム。道路切れですね。見かけで判断しましたよね。ん？見かけで？名前もわからないってのが致命的すぎる。名前もそうですね。でもよくわかんなかったんですよ。あの、ん？駐車場。あ、あのロープウェイのとこまでだと思ってますけど。家どこだってわかってて聞くのやめてるだろう。名前は聞こえ。あ、道。筑波山口ってこれタクシー乗り場、バス乗り場、タクシーか。いや、ボステンっていう名前じゃ多分ないと思うんですよ。覚えがないんですよ。筑波のバスだから筑バスか。まんまだなって運転手さん、あれ窓開けてるから今聞こえたかもしれないな。まんまかよ。筑波のバスだから筑バス。日が。タクシーいるんじゃないですかね。うん、あ、いっぱい、あ、あそこになんか地図ある。あの地図はどうかな。大事なことなので、わら、筑波スかよ。筑波スは安くてめっちゃ便利なんやで、わら。いや、乗ってなさそうだな、これも。筑波スイエス、筑波ス。ん、これ、まんまじゃないとわかりづらいだろ、わら。そうかもしれない。当然のように乗ってないな。確かこの風返し峠とかロープウェイ登る道の途中に地図上だとあるように見えたんですよ。稚内バスとかそれぐらいのひねりは欲しいから。わっかないバスひねりすぎというか本当にわかんないですね、そりゃ。で、この生き物は何でしょうかね。タケコプターつけたクジラみたいなやつ。店名を思い出すんだ。店名なんとかカフェ。わら、前衛的な枝な。どうしました。リスナーが探して見つからない。そうですよね。変な生き物、いや、気持ち悪いとまでは言わない。カフェ案内、リンリンロードに必要ありません。偉い人にはいかやく。おかしいな。水豚とか売ってる。あれが山頂駅ですよね。ん、
あそこまで登るんじゃないですよ。あ、じゃないです、じゃないです。本日は終了した大衆食堂。で、リスナーさんの中にも差が。ポステンですか。やっぱり安定のガスバーナーもついついついじゃあポステンっていうのでちょっと探してみます。ポステンという名前しかもうないということなんで探して、あ、なんだあれ。もう米助しちゃうよ。あそこのあのハテナびっくりのあれはなんだろう。スナックでしょあれ。ポステンですね、ポステン。ポステン、カタカナでポステンかな。ポス店っていうのが出てくるな。ポステン、カフェポステン、これか。これはちょっと離れてるな。それこれ不動峠登る方ですよね。どんな感じだ。あの左側にメニューがあって、中央のページスクロールしてもスクロールしてもその左のメニューがついてきやがるページです。言えば言うほどなんかリアルな夢の説明になってるから、ね、ポステンですね。ピットショップ筑波王城、ピットショップ、ブクマこっち調べてなかったんですよ。それでもいいかな。北条中心だとここから離れてますよね結構。であれが気になったんですよさっき。あれ逆だったらあのなんだっけ、不良漫画っぽいんだけどな。あの矢印は何させてんだろう。あ、というか皆さんに見えてるのかな。あのはてなびっくり、お一括りで何て読んだらいいんだろう。和骨、お、いらっしゃいませ。何のキーワードで検索したの。リンリンロードで検索したはずなんですけどね。おかしいな、なんで見つからないんだろう今検索したら。夢か。あ、そうだ。お、なんか。シクラメーション。まあ、とりあえず登れってことですよ。まあ、とりあえず登れですかね。まさに自転車用のロード的ネーミング。ん？ロード的。バスをはじめ芸術センスがごいすー、和骨です、ギフト氏さんいらっしゃいます。おしゃれカフェがなかったの。おしゃれカフェ入るつもりだったのに。お、最近電動自転車でもあのバッテリーが目立ちにくいから、あのおばあさんが案内距離で登っていくのを見るとびっくりするな。荷物積んで、近くに来たらすぐ分かるもんだと思ってたんで。お前ら左メニューがついてくるリンリンロードの壁の箱を寒いからすいません、それしか情報なくて。たくさん店があるよ。店いっぱいありますけどね、この辺り。かりんとまんじゅうってこの辺の名物でもあるのか。かりんとまんじゅう実際うまかったです。カロリーもすごそうだけどな。電話し？カフェ、カフェ、嘘、嘘。1坪10km。1坪10キロ、センズか。結局登ってる。あ。本当ですか、本当ですか。Z さん見えない。なんかそのページのキーワードありますか、検索できるキーワード。それっぽいな。あ、なんか全体的に青緑っぽかったイメージが、画面がついてくる。リンリンカフェテリア、ありました。青と緑で構成されてる。ですよね、青と緑ですよね。
すげえ、たたんだけの情報で。グリコ。すごいな。よく見つけられますね。サイクルピット。その文字列覚えがね。おやつはカニとまんじゅうかな。もうとりあえず登ってしまいますけど、まあ元気です。あんたらすげえ。ちょっとサイクルピットカフェ、サイクルピットですか、探してみます。ありがとうございます。さすがだ。まだ、いや、上りは上りでまた別にやるつもりだったんで。北条、北条5287、それなら検索できるかも。さっきの上り比べると楽だな、こっちの方が。これは栄流星か。とりあえずサイクルピット。参道は結構食事の店ありますね。サイクルピット240。なんか下関が出てきたサイクルピットで。これ違う。カフェ。あ、遠い？本当ですか？サイクリングロード沿いじゃなかったですか？北条5280。あれ？さっきのあの、なんとかっていう。注意先か。あ、リンリンカフェテリア。リンリンカフェテリア。沿いでしたよね、確か。北条5287？リンリンカフェテリア出ねえ。じゃあカフェテリアで検索。カフェテリア構成。うわぁ、見つかんねえ。ピットショップ。とりあえずピットショップで。ない。ヒットショップになってた。ダメならつくばみ岳警察署。ピットショップじゃなくてピットストップ。あ、ピット。すっと。あ、リンヒアガナでさっきやりました。ピットストップも出ねえ。なんで出ないんだ。北条警察署でしたよね。北条警察署。北条警察署いっぱい出た。筑波北警察署。違う。まあもとりあえずこれ登って下ってサイクリングロード沿いにまた行ってりゃいいのか。検索できねえ。南、じゃあ後で戻って進みは多分あるんですね。いや、 iPhone で検索はなぜか引っかかないんですよ。納得いかねえ。筑波北ですか。あ、さっき今引っかかりました。国道128が折れ曲がってる。128かな。ピットストップが見つからなかったんですよ。カタカナピットストップ。まあでも、いや、サイクリングロード沿いで筑波北警察署、8署かなの近くは分かったので多分大丈夫です。ありがとうございます。で、 Z さんにはスキッパラ抱えてまだ山の中さまよっていただくことになりますね。iPhone の Google マップがなぜか出ない。え、カタカナじゃない。125号。125。カタカナじゃなかったのか。さっきのサイクリングロード沿いをもう少し南下したとこだったらしいです。で、とりあえずこれはこれで、5287。とりあえずケーブルカーには乗るかな。まあ乗る方向で、
ケーブルカーには乗る方向で。あ、そうか、でも、うん、どうしようかな。いや、登る登る。電波あるんだから登る。乗る乗る。すみません、もうちょっと何かを買い食いして、つないで。はい。カフェにはもう絶対行ってやる。ケーブルカーリンコ、そうかな。いや、自転車持ってかないですよ。山頂まで行ってやりたい。電波あるから、確か。登りはまだまだこれからですよね。ブックマーク、そうですね。じゃあ、アドマチは諦めよう。アドマチ、そうなるかも。なんか肥料の匂いがすごいな。男女川と書いて、皆の川。天気いいんですよ、朝から。午前中は曇りの予報だったんだけどな。こうこう。カーンの台所、キラーカーンか。電波はここからケーブルカーを登って山頂まで一応エリア内になってました。登りとかまあきついです。でも後で忘れるから大丈夫です。この辺り結構宿安いな。一泊二食5500円から。でも10人様の場合とかないだろうな。高松屋、あ、店やってるのか。本当に泊まりがつく。泊まり、まあ泊まってもいいんですけどね。まあ状況次第で。でも明日雨予報だから原則は泊まらないと思います。原則はで思いますって。おう、筑波山山頂はですね、あ、厳しい。どうしようかな。ありますね、交通量。明日は雨なのでどこにも行かない。明日はどこも走らない。雨予報だし。はい、明日は動画編集かな。ゴロゴロはします。片付けたいけどな。明日はなしなし。あくまで放送でお伝えすることは自転車旅行の楽しさだけ。あと苦しさとか。私たちはみんな明日に向かって走っています。過去に走ってる人いないから。過去に走ってる人は滝音でできています。江戸屋、江戸屋。動画の延期どれぐらいかかるの。動画の延期は実時間以上かな。いいかかな、今だったら。絶対見せねえ。前放送してましたけどね。すごい。あ、普通。SF。合コンか、それもいいな。
あ、そうですね。明日何時だっけ。はあはあ、4ヶ月でなんか日本一周って書いてありましたね。はあはあ、楽しみにしておくがいい。いいさ。向かって前向きだな。日焼けマシーン。ゼッサン真後ろにピタッとついてます。またすぐブレーキかけようもんなら止まったか。代わり定食は11時30分から限定数を提供だって。限定数？カフェですか？マジで？じゃあこっちで食っといた方がいいかな。カフェはじゃあ食後のデザートだけ食いに行って。筑波山には男山と女山があるそうですよ。男山、そうですね。こっちからだと男山の方に先登って女山の方に尾根伝いに移動してたかな前は。自転車旅行は1999年ぐらい。向かって走ってるんだよ。好きに。お。自営の俺は毎日が自転車同様。電波厳しいね。厳しいか。上にいたらもっと厳しいかな。あとケーブルカーいくらだったっけな。まあでも時間もあるし。乗るだけ乗るか。 GoPro も録画できるし。え、何が3時半営業終わるの？終わるのは？アニメやってること知らなかった。あのカツラ、あのウィングマンの人って言ったら古すぎるな。あれの人の漫画でしたよね。立ちのに見える。ランチ残ってるか降りる前に電話で聞けばいい。いやー、ランチはもうないんじゃないですかね。2時間も経っちゃう。あれ、ケーブルロープウェイどっちもあるんでしたっけ。ケーブルカー片道570円ですよ。570円、結構するな。そうそう、30分延長しました。往復1000円ちょいか。月の陣前のとはどっちだったかな。上から下ってきて乗ってネガトベイ戻ってったから。あ、お話のあったアニメか。お話があったのか。ウィングマン、いってらっしゃいませ。ロボさん、どっちだっけの前乗ったの。マグロとタコ。そうか。どっちだっけ前乗ったのは。乗ってない方乗りたいな、どうすなら。ケーブルカーとロープウェイが両方あって、10年前だから覚えてね。あ、女体様ロープウェイ。パスタ茹でてない。女体さんはロープウェイ。前どっちだったっけ登ったの。女体さんだったよな。向こうのケーブルカーは900円くらいしたよ。900円片道ですかね。往復だったら低いかいな。
怖いからブラブラするからですね。後ろリフトで、リフトあったっけ。あ、ちょちょちょ、車に乗りたいですね。ツアーのもなかなかでしたね。ローカル感が良かった。あれはお茶、つまり運動不足は最近結構あると思いますね。でも息はこんなもんだと思うけどな。ちょっとケーブルカーも駅の方が全然近いけどね。近い、多分ケーブルカーに前乗ったのはロープウェイだと思うな。あ、宿泊そうですね、民宿くらいの値段でしたけど。でちょっと私は自分の昔のレポート見てどっち登ったか思い出そう。ビンビンロードと CCHP で検索。どっちだったかな。あ、電波弱いか。遅い。ハチだかアブだかが来た。ついてからでも良かったですね。遅い。たまたま電波悪いところに止まったのかな、これは。テキストさえ表示すれば済むのに。ちょっと3350、とりあえずケーブルカーのとこまで行くか。休憩もできたし。電波だね。電波悪いみたいですね。お、まだか、違うか。あそこか。しょ、頑張れ電波。とりあえずケーブルカーのとこまで行けば電波がある可能性は高い。ワゴンに行かなかったのか。ワゴンに行かなかったです。満席っぽかったし。あ、この辺り前どっかで飯食ったよな。まあ来た時には。あ、来ました。なんだこの渋滞。カエル、あそこにカエルがいる。お待たせしました。カエル、カエル。
あれ見ます。前来たのが駐車場。え、違ってた、何が。宮脇駅来たとかのですよね。あれが来たことあるとこだったかな。あ、そうですね。で、トイレがあって、もう一個トイレがあった脇の駐車場ぐらいまでは自転車で行けるんですかね。もう駅まで行けちゃうんですか。あの下の方の駅、上の方の駅ですか。いや、下の駅。下の駅はさっぱり覚えていません。とりあえず行けるところまで。いいの？あ、でもそうか。要するに第一候補としてはここに止めるっていうのがあるんじゃないかな。あ、自転車ですか。まあ、もうちょいって大丈夫ですよね。だと思います。宮脇駅は多分前来たとかこっちか。お、なんかすごいな。バットマンみたいな。バットモービル。すごいな。とんがってますね。コルベットですか。スティングレイって書いてある。つまりエイですね。エイ。あ、ベッドはコルベットのベッドか。片道570円とかなんとか。あとカフェはですね、15時過ぎに終わるっぽいです。飯食っていきますか。確かこの辺りで前定食食ったんで、うわすごいですよ。飯食って、ええ、ケーブルカー乗って。そうですね、そうだ、行けばベッドかない、ええ、歩いておりますん。いや前来たとこと一緒だけど、女体山の方にのロープウェイかなに登ろうとすると、もう風返し峠からさらに、スカイライン進まなきゃいけないから、ちょっと無理っぽいな。六助。潜水艦の特撮思い出した。潜水艦の1140円ですかね。主は現在オープンカーで、すごいな、このとんがり方。ここまで来るとやっぱかっこいいな。あとかわいい、かわいい、あのカエルはいいですね。あ、ガセ。じゃあデザートぐらいあっちで食えるかな。アフリキュアリ1000円ぐらいまでいけるかな。じゃあケーブルカー乗り場の方へ。あっち。つくばさん。第五道へ徒歩7分。これはですね、筑波神社じゃないですか、確か。そのままじゃないでしたっけ。まんまかよ。ロボさん、あのカエルの上に立ってみて。カエルの、それでなんかあの巻物を口に加えたりすると、なんだっけあれは。いいカエルだ。ジライアだっけ。青い。青、いや、あのカエルは、あ、あのカエル子持ちだった。でかい鳥ですな。ちょっと透明ですけど、あと写真、振り返りの時にやりますけど、さっきのカエル背中に子供が乗ってた。正面から見てわからないようになってるから、なかなかですね。あ、目立たないところのアクセサリーがいいな、ワンポイントが。筑波山神社ですわ。うん、筑波山神社なのか。まあ前来た方だけどいいか。前飯食ったとこだと確か暑くて、暑いですね今日結構。今ちょっと日がこっちは陰ってきて、そんなに暑くなくなってきましたが、確かこの辺りで昼飯食ったよな。うわ、筑波山って神社があるのか初めて知った。あ、筑波山神社10分、ケーブルカー15分。そんな離れてたっけ。ここから結構ありますね。多分前飯食ったとここの辺りだったはず。
駐車勧誘の人たちだ、苦手だ。これだっけ、初音、これは辛い。これだったかな、もう一個向こうだっけ。そう言うと思ったけど、ミクと言うと思ったが、 DM で今日ですか、昨日の夜に Z さんから明日どこ行くんですかって言われたんで、あのつく、あ、ホステン、さっきあのホステもその今日さっきあのそのもう探してたところの近くじゃないかな。もうそこで道路終わりっぽいですよ。ああ、じゃあこの辺りですね。車道的にはそれって言ってた。ああ、まあじゃあ飯食いましょう、この辺りで、はい、前食ったとこどこだったっけ。あと筑波うどんなんて前あったっけ、10年前。あ、なんでそうなんですか。登山者がすごい多い。登山者がそうだったのか。うん、そう、ガマの油の看板があちこちありますね。よく見たらあれスペースシャトルにカエルが乗ってる。スペースシャトラー。シャトラー。うん、ボス店。あ、大正時代、そんなんですか。紫レトロ的な。ガマの油そばとかないのかな。油そば、カエル分泌物そば、山芋そば、山芋そば、筑波うどんできたのはここ数年。あ、そうね、やっぱり前はここまでじゃなかったと思うけど、冬に行ったからかな。あ、うん、しましょうか。まあ、変わんないよね、多分。うん、そうですね。はい、100円でよければどうぞ。あ、食事してもらえば大丈夫ですよ。あ、じゃあ。はい、大丈夫です。はい、まんまとかかりましたよ、まんまと。あ、日陰でいいですね。GoPro 撮ってます。ちょっと食事は発信できるかどうか一度聞いて、ダメだったら切ります。そう、預かりますように。見事にかかりました。じゃあ登ってる間これでいけるかな。これ下手ってるバッテリーだったかな、どうだったかな。あ、いや、ダメだったらウエストバッグの中から取ればいいか。どうしたい。あ、そんなわけないか。2983円ですか。恥ずかしくなんかないよ、恥ずかしくないよ。忘れてしまえば。何をネットかぶったまま乗ることについて。いや、この頭の上出っ張ってるもののことです。自転車乗りの心理を分かっとる。心理。食事したら、ただ食事なしだったら駐車代金は1日100円だそうです。お風呂で様子でにアップした映像を母親が楽しんで見ています。母親が、本当かよ。これは GPS は絶対持っていきたいので外れろ。ガーッ、星のピザ屋とかあるよ。ピザ屋買った外れない。ああ、ちょっと一休み。そんな高いの。あ、ぜひぜひチャレンジを。どうやる。これをギュッと下に押して爪を外して前に押し出す。いや、いや、ちょっと怖い。端っこだと怖いですね。その、一旦止めてるのが緩いせいもありますね。手が
ているところが映っている映像も欲しいね。映ってるところか。難しいな。パン屋ばっかりだな。パン屋。うわ、取った、取った。取れた。落ちたけど。やっぱりこういうところで外しちゃ危ないな。つまり盗めないということでは。どうだろう、画面傷つかなかったの、よし。そうだな、ラッキー。わらわら。というわけで、じゃあですね、はい、配信の方は一旦止めないと、やり取りが聞こえて、なんだこの店とかいうことになる可能性があるのが私は嫌なので、相変わらずこれ止めて、ハンドルごと。中に入って、OK が出たらそこから復活すると、ダメだったらそこで切る感じ。通常配信で一旦止めるとできるんですか？映像音声オフにできるんですよ、両方ともそれぞれので、皆さんにはちょっと不自由してもらいます。よいしょ。かわいいチャリ、そんなこと言わないよ。いや、言わないよ、あなたが言わなくて他の人が言うので。じゃあちょっとこれで一旦終了するかもしれないので、一旦さようなら。できたら食事配信しますので、 GoPro は後で編集できるからオンの仕方ですけどね。じゃあまた、さようなら。トリオツです。